カブトガニズナ、カブトガニズナ、フシクチズナ、石膏コウ太コ膏ココおよびメロストマツナメレストモタは、ハサミカクアモンに属する節足動物の分類群の一つ。総称としてフシクチ類、モモクチ類、メロストムがある。カブトガニ類とウミサソリ類を含むグループを形成している。学名、メレストモタはギリシャ語のメロス、太ももと、ストーマー、口の合成である。 これは、本軍の動物において、不足の器具が後期のように特殊化したことに由来する。1852年、メレストモタは、ジェームズ・デーナによって創設され、当時は、カブトガニ類のみを含む分類群であった、メレストモタ。1866年、ヘンリー・ウッドワードは、この分類群に、ウミサソリ類を追加して以降、不死口類、メレストモタは、 カブトガニ類とウミサソリ類を含んだ分類群として広く流用されている。しかし、ウミサソリ類が後にクモガタ類の姉妹群とされることに、至り、この分類群はクモガタ類を除いたガワ系統群とされるか、もしくはウミサソリ類をフシクチ類から除外し、フシクチ類、メレストモタをカブトガニ類ジーフスラのシノニムとみなし、この分類群は破棄すべき、などの見解がある。なお、 この分類群の単系統制を支持する研究結果もある。本項目では、カブトガニ類とウミサソリ類などを含む節口類について扱う。節口類は、原生ではカブトガニ類のみを含む群で、アガ、化石種は多く知られ、特に古生代の地層から多くの化石が見つかっている。大型種をも含む水性の節足動物である。体は前からだ。 プラスマと、あと体、アピスシスマ、および微節、テルソンからなる。全体、頭胸部は、背面が広がって、背後、ケリペースを構成する。通常、背後の背面には、それぞれ1体の腹眼と単眼がある。6体の付属子、関節子はすべて背後の下面に備える。最初の1体の付属子は、ハサミ角であり、通常は短く、先端は、 ハサミとなっている。次の五体は、不脚型の付属詞であり、最初のものはフレッシュであるが、不足から形態上の区別は、ほぼない。両側の付属詞はその基部が、小中線で接しており、基部の詞は、後期の役目をするように顎元、なしペースを持つものが多い。すべてのハサミ角類と同様、触角と芯の顎はない。あと体、腹部は九から十三節によって構成され、 原生種を含んだカブトガニア目では、大節が互いに融合しているが、それ以外の化石種では、大節が区別される例が多い。覆面には付属種があるが、ヒレ状や板状の外反、オパーアキアラムとなっているものが多い。特に注目されるのは、往々にして対価的な、マイケロタージと小さな大節となる後体第一節、第七大節である。この大切は、 外見上から完全に消失する例が多く、その大切の付属詞も多くの場合では、対価的である。ウェイン・ベルギナはその例外で、第七体説の付属詞は前からだのと、ほぼ一致な不足である。微節は発達しており、棘状、おけん、または、ヘラ状となる。一般に、不足で海底を這い回る動物であるが、あと体のヒレ状付属詞や、特殊化した。 遊泳客で遊泳を行うものもある。ハサミ角類の基本体制への交差において、不クチ類は特に注目されるグループである。これらのハサミ角類からは、複眼、特殊化していない、フレシ、発達の後体付属子、ニサ型付属子など、著しく特殊化した、海雲類と派生的な雲型類には見当たらない、ハサミ角類の祖先形質。 共有原子形質と思われる特徴が少ながらずに発見できる。従来、不死口類は雲型類の姉妹群である単系統群と考えられた。しかし海サソリ類については、後に生殖器の構造に基づいて、カブトガニ類よりも雲型類、雲、サソリ、ダニなどが属するに、禁煙の説が有力視される。すなわち不死口類は側系統群となり、 海サソリ類と雲型類はという単形統群を構成する。なお、少数であるものの、カブトガニ類と海サソリ類からなる、単形統群を支持する見解もある。光テ類はかつてハサミカク類であると考えられ、カブトガニ類に分類された。しかし再検討により、光テ類は、ハサミカク類の前体付属子構成を書いている。ハサミ角はなく、不足も四から五体しかない。 別系統の節足動物であると判明し、採用虫類と共にアーティアッポダ類に分類されるようになった。下記の系統図はランズデルエール2013に基づいて簡略化したものである。クモ型類以外のシンハサミカク類は不死口類に該当するグループである。また、デケイトリアタ以外のプラスマッポダは、側系統群である抗議のカブトガニ類に属する、抗日参照。 カブトガニ類及びケンビ類、カブトガニ目、ケンビ目ジーフスラは、原生は三族四種のみが生存し、化石はオルドビスキまで遡り、80種以上が認められるグループである。ウミサソリ類に比べて、体は比較的にコンパクトな形をとる。前体は、ふわしを覆うドーム状の廃校であり、ふわしの先端がハサミになっているものが多く、 あと体は一体の生殖郊外と五体のエラー足を持つ。活石種は比較的に多様化したが、現生種は外見と生態とも大まかに共通している。競技のカブトガニ類は、あと体第一節、第七大節は外見上から消失し、その付属詞は小さな唇冷まし、チレリアであることを共有形質とする。抗議のカブトガニ類は、 すべての新ォ法ジャーダルよも含め、その中でも、第七大説の付属詞は、不足であるという、他の新ハサミ角類に、今まで、発見例のない特徴を持ったウェインベルギナがある。カブトガニアモク、シフォ法ジャーダの場合、と体の大説はすべて移合し、ソーラジートロンという合体説となる。名前の通り、長く伸びていた、オケンと呼ばれる剣状の微説を持つ。 従来は単系統群とされ、カブトガニアモク、シュフォージャーダと、シンシフォージャーダアモク、シンシフォージャーンの二群に細分された。ランズデルエアル2013の再検討により、シンシフォージャーダ類は、系統範囲の雑多な側系統群とされ、従来及び、抗議のカブトガニ類は、海サソリ類やクモガタ類など、デケイトリアタを除いた側系統群とされる、ブトガニ類系統関係及び、 上記の系統図を参照。競技のカブトガニ類は、カブトガニアモクといくつかの紳士ージャーダ類のみを含んだ単系統群である。現生種は、東アジアによるカブトガニタキプリアストライデンタタス、南アジアと南東アジアによる南カブトガニタキプリアスギガスと、丸オカブトガニカーシナスコーピアスロトンドコーダ、および北アメリカによるアメリカカブトガニリニアラスポラフィマスの、 計4種が知られる。特に、アメリカカブトガニの個体数は多くて研究も進んでいる。エラー足を用いて泳ぐことができ、雑食性で2枚貝、巻貝、多毛類、甲殻類などの小動物や、不肉と海藻をも餌とする。ウミサソリ類及び、コウツバサ類、ウミサソリ目、コウツバサメユリプターダは、およそ250種が認められ、 キチサイ大級の節足動物をも含んだ絶滅したグループである。カブトガニ類に比べて、体は細長く、流線型の形をとる。前体は幅広いが、カブトガニ類ほどには極端でない。ハサミカドや、ワシが特殊化した例が存在し、特に、ユーリプテルスアモクは、ヘラ状の遊泳足へ特化した後ろ足を持つ。あと体は発達しており、13節のうち、 メタストーマという融合した小さな付属子を持つ。第一節は退化し、外見上は十二節となる。あと体はさらに全七節の中体と、あと五節の終わり体に区別される場合が多く、中体は特殊化した、生殖子とエラのあるが違反によって構成される、エラ質を持つ。棘状内しヘラ状の微節を持つ。海中及び炭水域に生息し、オルドビス期から、 ベルム期まで反映した。化石から、海中からだんだんと淡水へと生息域を広めていったことが分かっている。カブトガニ類の姉妹群とする見解が伝統的で、後に雲型類と姉妹群をなす、系統関係が有力視される。類、チャズマタスッポズは、11種が知られる貴重なグループである。いくつかの特徴は、 海誘いに似通っているが、あと体の大切文化は明らかに異なる。ハサミ角の詳細は不明で、残りの前体付属詞も往々にして保存されていないが、知られるものからでは、付脚型で、チャズマタスピスの場合はハサミ型の先端を持つ。ディプロアスポディデイカの場合、後ろ足はヘラ状の遊泳脚となる。あと体は13節からなり、4節の中体と9節の 終わり体という他のハサミ角類に見当たらない独特な、中引く終わり体の組み合わせを持つ。チャズマタスピスの場合、中体の大切は、カブトガニの後体のように融合している。中体は、やや幅広く、第一節、第七大節は消失しないものの、ごく短い。少なくとも、ディプロアスポディゲイカの場合、副足は、ウミサソリ類と同様に、メタストーマという融合した。 短い付属詞を持ち、次の三節は外反を持ち、そのうち最初のは生殖詞がある。なお、この類は六体の外反を持ったことを示唆する、カンブリア期のチャズマタスピスらしい生根化石がある。九節の終わり体は細長くなり、尾端は、棘状な足しヘラ状の微節を持つ。海サソリ類と雲型類からなるクレードと、姉妹群をなす系統が、 有力視されるが、タグイの不死口類における系統的位置は、議論的である。特にこのタグイを、側系統群とし、そのうち、チャズマタスピス属、チャズマタスッポディデイカは、カブトガニ類に近縁、カブトガニ類らしい背光、ハサミのある、フワシと、部分的に融合した後体に基づく、ディップロアスッポディデイカは、海サソリ類に近縁、遊泳客、 生殖子とメタストーマを持つなどの形質に基づくであるという見解があった。しかし基盤的なカブトガニ類,類とウミサソリ類は、それぞれ分節した後、体と不脚型の後ろ足があり、前述の両者らしい形質はむしろ派生的で、終練進化の結果であることを示唆する。独特な中引く終わり体の組み合わせも、類の単系統制を支持する共有派生形質とみなすことができる。 以下の種類は、従来はカブトガニ類と考えられ、後に基盤的な新ハサミカク類とみなされるようになったものである。カブトガニ類とウミサソリ類の場合、後ろ足以外のすべてのふ足は、完全に外しを欠いてる単枝型であるが、これらの種類は、前体のほぼすべてのふ足はにさ型で、よく発達した不脚状の外しを持っていた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。